凍える女。小川未明。1、オアイが村に入ってきたという噂が立った。オアイを見たというものがある。また見ないというものがある。見たという人の話によると、鳥の巣のような髪の毛をつかねて、顔色は青白くて血の毛のない唇は、寒さのために薄紫色をしていた。背には血の実をうぶって、なるたけこっちの顔を見ないように急いで、通り違ってしまった。きっと、森の中の家に来ているのだろうと言った。村の北には森がある。森の中に一軒家があった。5、6年前まではその森の中に2軒あったが、今は、1軒は壊れてしまって、ただ古い大きな家が1軒建っている。このうちも前に壊れた家も、森の中の秘密のある家としてこの村では知られていた。ちょうど森が黒い扉のようにこの2軒の家を包んでいた。夜になると、森を暗い夜が取り巻いて、その中に隠れた家では色々の罪悪が行われたらしい。赤い色の着物を着た女や、紺地の桃引きを履いた男や、白い手ぬぐいをかぶった者らが一つの瞬きするろうそくの火影を取り巻いて、その下で博打をした。また不義の気楽にふけったりしたのである。一軒の家は太った主人で、その名を大倉と言ったが長慢で、しまいには動けなくなった。この大倉は動けなくなっても、二人の年若い女を使っていて、自分は厚い布団の上に座って様々の来る男とも相手として、相変わらず博打をしたり、いろいろな性質のわからない仕事の取り持ちをして、いつもすべすべした生白い顔には笑みをたたえて頭髪には油をコテコテと塗っていたのである。この女の、暮らし向きの秘密などを知っているものがなかった。ある夜、ふとこの目はどこへかこの家から立ちのいてしまった。あくる日、いろいろな男どもが、この家の前に集まって口を極めてこのオクラのことを悪者などと言って罵った。けれど、それもいずれいかちって、その日の暮れ方からは、全くこの家は寂しくなって子が閉まっていた。中を覗いてみると、何もなかったらしい。どういうものかその後誰も来てこの家の始末をつけるものがなかった。雨がもったり、風が下見を破ったりして、かれこれ一年余りもそのままになっていた。そのうちにある日、町から人が来て、この家を取り壊してどこへか車に乗せて運んで持って行ってしまった。まだ後に腐れた畳や髪のすすけた障子などがそのまま畑の中に置いてあったが、どういうものかそれらのものは、その明る日になっても、ついに幾日経っても持って行かずに、そこで腐れてしまった。それから、もう、この家の後に訪ねてくるものもなかった。まだ、家が立ち腐れになっている自分、この空き家の中でも、いろんなものが集まってきて博打をするなどという噂もあったが、この家が取り壊されてしまうとともにそんな噂も影さえなくなってしまった。2、それからというもの、森の中の秘密は、全く後に残った一軒の家に集められたのである。オクラはその後どこへ行ってしまったか、またオクラに使われていた年の若い生めかしい、怪しげな女どもはやはり一緒になっているものか、誰も、その行方や消息を聞いたものがなかった。後に残った一軒の、柿村屋という尾は、苦み走った。極黙った15、6の男であったが、服は一層黒くて落ち着いた、見ただけではわからない人物である。村の人々はこう言っ
った。なんといっても、まだオクラは女だ。柿村屋は、食える男でない、オクラをうまい具合に立ち行かぬようにし、あの森の中から追い払ったのも柿村屋の仕事だろうなどと言った。柿村屋は、誰に会っても丁寧な物言いをして、さも親切らしいことを言った。オクラに対しても、やはり、あの苦み走った顔つきをして、極めて黙ったらくついた態度を変えなかったものと思われる。何をオクラがしても、柿村屋は干渉がましいことを言ったこともなく、いつも、冷然として、気に留めずにそばから見ぬ風をして、見ては嘲笑っていたらしい。しかし腹の中では、どういうことを企んでいたか知れない。オクラをこの森の中から、追い出したのも柿村屋の仕事だと村の人の言ったのも、あながち根のない話でないようにも思われる。こうして、今では柿村屋には、町からも、また近村からも、この村の者でも、人に知れぬように集って博打をした。柿村屋は決してこれらの人に対しても、親分らしい顔をしたことがなかった。いつも苦み走った顔でじろりと集った人の顔を見回して感慨深いような目つきに、おりおり、底意味の知れない笑いをたたえた。お愛は、やはりこの柿村屋へ来るようになってからうちをなくして楽ぶれてしまった一人である。お愛の亭主というのは、人の良い、女房の言うなりになっている男であったが、時々気に向かぬことがあると癇癪を立て、怒鳴ったり、器物を投げつけて壊したりしたが、すぐに、おとなしくなって言うなりになるような育児のない男であった。したがって、自分は働きというものがなかった。村では、この男を仏のようだと言ったものもあった。お愛には子供が身一ある。亭主がこういうような風で、常に貧乏をしていた。亭主は村役場の腰に雇われたり、近隣の醤油問屋の帳付けなどに雇われたりしたが、三月と同じところに勤めたことがない。これは、一つはこういう男の癖として飽き性であったからである。すぐお愛の隣には、お愛のおばにあたる人が住んでいた。この人は、全くの一人者で、骨肉というものはただお愛一人しかなかった。お愛は、極めてハキハキとした価値気の女であった。また、自分のできることなら人に対しても、随分ものをやることなどに惜しみはしなかった。けれどしみじみと物事をこうるというような女ではなかった。思ったことは、後からどうなってもハキハキとしてしまう。そしてたとえくゆるようなことがあっても決してそれを口に出して人に向かって愚痴を言うようなことのない価値気な女であった。隣のおばとも、いろいろ言い争ったこともあったが、つまり、お愛の価値気な性質から起こったことが多かった。おばという人は、極めて、ものの分かった穏やかな人で、死ぬ時まで人の世話になるのを好まずに自分でできることは自分でして人に迷惑をかけなかった人である。それで、お愛の子供などには、よく、着物を買ってやったり、また家のために尽くしたこともあったが、自分が、お愛の家へ絶えず出入りして、子供などの世話をするとか、お愛の家が困るからと言って自分で来て、それの相談相手となるとかいうようなことはしなかった。お愛が、どうも困るから少し金を借してくださいと言っていけば、ある時は黙って渡した。ある時は、そんなにたくさん流行られないからこれだけ持って行ってくれー。と言って少しばかりしか借してくれなかったこともあった。こういう風で、
おばは死ぬ時まで、あまり人の世話にならなかった。それで、心は親切な人で、哀れに思う時は、自分のできるだけの親切は、影になってしたものである。しかし何事でも表に立ってするというようなことは好まなかった。おばは70で死んだ。死ぬ前毎日まで、自分の身の回りのことは自分の手一つでした。死ぬ前の日になってから、おあいに向かって、私も、もう長くはないと思う。この家と、少しばかりの金をお前に残していく、とただこう言って目をつぶってしまった。さすがに、かき気なおあいも、この日は心から泣いて死んでしまったおばを今さらながら懐かしく、悲しく思って泣いた。三、金は、いくらも残っていなかった。おあいは、葬式を済まして、仏事をきれいに営んだ。せめて、これが亡きおばに対して尽くすべき務めであるように思った。おばの死後一年と経たぬうちに、わずかばかりの金も借金を払ったり、やるべきところにやったりするとだんだん少なくなってしまった。思考して、ついにおばの家も売らなければならなくなった。この夜おあいは考えた。こうして家まで売ってしまっては、またまた宅間に昔のように苦しい惨めな生活に立ち返ってしまうのが目に見えている。今のうちに、どうかして方法を立てなければならないと考えた。このことを何を言っても張り合いのない亭主に向かって相談しても、何の役に立たないと思った。おあいは身人の子供のことを考えたり、行末のことを考えて、その夜は眠られなかった。初めて森の中の秘密の家に来たのは、この明る日のことであった。いつしか村では、おあいが森の家に出入りするのを知らぬ者がないまでになった。おあいが身なりにも構わず、小さな子供を追って、雪を分けて、森の家を指していくのを、番方、戸口に立っていて見た人があった。しまいには、自分も人前をはばからずに公然と森の家から出てきたのを見た人があったという。それは、おあいが勝負に負けて、すっかり金を取られて帰った時であった。そのようなことで、村の人々が予想したように、一年と経たぬうちに、おあいはこの村にいることができなくなるまでに困窮に陥ってしまった。思考して、この村を引き払って、山を越えて、西の海に近い谷の村に引き移っていった。それから、いつしか二三年は経ってしまった。落葉の雨にこんっての木を打つ頃となり、いつとなく村は黄色くしもがれて、冬が来て、また雪の降り出す頃となった。けれど誰も、別におあいのことを話しにのぼすものもなかった。おあいの住んでいた家は、他人が入っていて、そこに旗の栗の木も、黄色く葉がしもがれて風が吹いて、それを落としてしまい、今はわずかばかり小杖に枯れ葉が残っているばかり。今夜にでも雪が降ってきそうだというように、非常に寒気が増した。その日のこと、村では、おあいが入ってきたという噂が立ったのである。これを見たという人の話によると、髪は鳥の巣のようにつかねられて、顔色には血の気がなくて、足には草履を履いて、背には入院時を打っている。思考して、顔を見せぬように急いで通り過ぎた、という。ちょうど、おあいがこの村にいて、森の家に通うた時のありさまと同じである。けれど、その人は言うのに、味方たちもその時より一層哀れに貧しげに見られた。思考して、背に負っている父院には、
この頃生まれたものと見えると言った。村の人は、どこへ来たのだろう、と言った。多分森の家に来たのだろう。なんで来たのだろう。きっとああいう勝ち気な女だから少しばかり金を作って、前の仕返しをしに来たのだろうなどと言って噂し合っていた。ここに、お愛がまだこの村にいる自分に世話をしてやった老夫婦が住んでいる。その家は貧しい上に、バカな、霊一という息子があった。思考してこの老夫婦の者は細い哀れげな暮らしを立てていた。お愛は、よくこの老夫婦の者に自分のまだ良かった頃には着物の破れたのや、またコウモリの壊れたのや、また暮れになれば餅や、豆など色々のものを恵んでやったことがあった。空には、黄色な雲切れがして青い空が覗いている。バカの霊一は、青だけを切って、それに小刀で小さな穴を開けて、吹いて、ツー、ツー、ツーという音を出していた。板の間には、竹くずが白く散って、どんよりとした小刀の光が灰色の光線のうちに眠っていた。前の柿の木の、落ち残った葉が赤くなっている。彼方の杉の木には小鳥が来て、霊一の吹き鳴らす、管笛と合わして鳴いていた。そこへ、老婆が入ってきた。奥でこたつに当たっているじいさんに向かって、お愛さんが来ていなさると言うが、家へも来なさるだろう、と言った。二人は、ひそひそとしてお愛の身の上話を始めた。もし来て、止めてくれと言われたりすると、この寒空に、嫌だということもできず困ってしまう。などと語っていた。青い空がだんだん出て、黄色な雲が開いて、寂しい海を見るように冬の夕暮れは晴れていた。けれど西風は身を切るように寒かった。沖の方は枕で、今夜にでも雪が降ってくるかもしれないと、村の人々に思わせたのである。4、メール日、お愛が森の家から出たのを見たという人があった。その人の話によると、泣き叫ぶ父隠士を追って、慌てたようにして、そこから出ると、人家のある方へは来ずに、裏道から寂しい田んぼの方へと行ったと語った。お愛は、頭から、黒いカッパをかぶってみすぼらしい風をして逃げるように、並木の、痩せた、寒空にヨロヨロとして立っている細道を歩いてきた。もはや、枯れた草の葉に草履が触れて、熟したまま、死骸となってしがみついている草の実が、パラパラと路傍に散った。道の上の、水たまりには、水の色が静かに澄んで、悠久に寂しい流れている空の姿を映している。誰一人として、この水を覗く者もなければ、雲は、その水たまりに映って音なく影は行き来するに任せている。背に負った父隠士は、火のつくように泣き立てた。お愛は、何か後ろから、物にでも追われるように急いできたが、全く一人となった時、の中の細道の上に立ってあたりを見渡した。もう自分の住んでいた村が彼方に黒くなって霞んでいる。思考して近隣の村々が、彼方にも、こなたにも黒くなってこんもりとした森の中に静かにため息を漏らしているように見られた。カバ色に、カツ色に、黄色に、すがれていく様々の林の色は、次第に黒ずんできた。見渡す限り、人影もなくて、ただがり尽くされたたや旗は、漠然として目に見えるもの。すべての自然は塞いだ顔つきをしている。お愛は、路傍の、石の上に腰をかけて、背から、父隠士を下ろして父を含めた。子は、
ちぶさにしがみついて乳を吸い始めた。けれど、哀れな、おあいの方の肉は落ちて、乳はしなびていて思うように出なかったので子は、やはりむせび続けて時々、声を張り上げて泣き出したのである。おあいは、この痛ましい、寒い自然に対して、途方に暮れているという風であった。今にでも降り出してきそうな空を仰いで、頭を上げて見回していたが、折々、身を切るような風が広野を吹き渡って、彼方にも、こちらにも、パラパラと黄色な、枯れた木の葉のひとしきり散るのが見られたのである。思考して、地の声は、風のためにかすれて目から頬に流れるる涙が凍るかと思われた。地の種は、赤くなって人参のように腫れ上っていた。母親の胸には、青い筋が現れて、一枚の鉄板のように冷たかった。この下に熱い血液が流れて、滋養分のある乳の出るということが不思議に考えられた。おあいは、まだ乳の飲み足りないで泣き続けている子を再び抱き直して、背の中に入れた。思考して、赤い花模様のついている帯を締めて身支度をした。地の頭ばかり出して、黒いカッパをかぶると、再び急いでの中の細道を走って、街道の方へと行った。遠くには、町の屋根が見えた。その彼方には、高い国境の山々が連なって見えた。寂しい細い道は無限にいずこへともなく走っている。午後の、雲の往来する。風の吹く、暗い空はますます曇ってきた。ご、栗の木の下に立って、霊一は手に長い竿を持って、管笛を吹きながら、小鳥を呼んでいた。その笛の音は、風に消されて、折々聞こえたり聞こえなくなったりした。その度に雨のように、パラパラと大きな木の枝から、枯れ葉が吹きまくられて、下に、散っているようは、カラカラと音を立ててあたりを駆け巡った。えらく、荒れてくるだ、と空を見ながら、家の前を通る人が言って過ぎた。沖の方は、墨を吸ったように暗くなった。ばあさんは、外に出ている下駄や、桶などを取り入れて、薪を割っていたじいさんに向かって、おあいさんは、もう、来なさらないと見える。森の家から、どこへも寄らずに帰ってしまったらしい、と話していた。そこへ、ぼんやりとして霊一が竿を引きずりながら帰ってきて、おあいの、もう畑道から帰ってしまったことを告げた。老婆は、喜ばしそうな顔をして、この寒い自分に泊まられるようなことがあると困ったのが、それは都合が良かったというようなことを言って、気の休まる風が見えた。じじいさんは、あのかき気の人のことだから、よもやみすぼらしい風をして気はしまいと思ったが、それとも博打に勝って帰ったろうかなどと言っていた。身人のものは家に入ってしまった。湖外では、ヒューヒューと鞭を振るように鋭い風の、小杖に当たる音が聞こえた。それにこんって、パラパラと障子窓に当たるものの音がした。霊一は、立って窓を開くと、あられだ、あられが降ってきた、と大きな声で言って、喜んで小躍りした。思考して、すぐさま湖外に駆け出して、あられだ。あられだ。と言って走っていた。あられは、霊一の着物の上に当たって、コロコロとたもとを振るうたびに散ってしまった。けれど頭髪の中に落ちたものや、襟元に溜まったものは、そのまま白くなって、体の温かみで溶けかかった。旗に取り残された菜の葉の上にも、白くなってたまった。
また地面にも、下駄の跡が机に白くなってたまった。やわ、雪だぞ、と言ってじじいさんは、こたつの中に潜り込んだ。ばさんは、怒って買って元へ出て、夕飯の支度に取り掛かった。青い煙は、スルスルと窓から流れて出て、寒い風に消されている。身人のものは、暗くなりかかった窓のところに立った。障子戸を半分開いて、そこから、雪の降っている外を眺めていた。もう、一寸ぐらいになったろう。今頃、お愛さんは、山越していけるだろうか。まだそんなに遠く行けまい。いつしか風は止んで天地は静かになった。思考して、寒気は次第に加わって、雪は大きく綿をちぎったように、ぽたり、ぽたりと沈黙の空気のうちに、音を立てて降ってきた。夜になるだろうのう、あの山越える自分には、と、霊一は、雪に、暮れかかっている空を見つめながら言った。汽車の笛の音が遠くで、雪のためにかすかにしゃがれて聞こえた。指の頭が赤くなって、寒気は加わった。ランプの火は、凍えたようにガラスのホヤの中に赤く灯って、いつもより重ねて清らかになって見えた。こたつに当たっていても背のあたりが続々と刺すように寒さが迫ってきた。まだ、薄明るいのう、雪が降ったからだ。雪明かりだ。もういつもなら真っ暗なのだ。とばあさんが窓の方を見ながら言った。雪明かりというものは、気味の悪いものだのう。と十六にもなって鼻を垂らしている霊一は、言って、まだ、管笛を手から離さずに握っていた。しかし、もうそれを口に当てて窓際で彼方の森の方に向かって吹いてみる気にもなれなかった。赤陽と、夜とが、地の上に襲ってきた。思考して、雪は積もって、寒さはますます加わった。6. 風の叫びは、野の末に遠く聞こえた。やわ、いつしか吹雪の中に吹けてしまった。豆ランプの芯を細くして、枕についた老婆は、足の冷えるので容易に眠りに陥らなかった。まごまごしているうちに、夜中近くとなったらしかった。ごとごとと、戸に打ち当たる吹雪の音に、紛らされて、最初の一声は聞こえなかったが、二たび、こんばんは、という、小さな声にハッと老婆は胸にとどろいた。続いて、激しいガーという吹雪が、煙出し窓の障子に当たって小さな声は消されてしまった。その後は、しばらく死のような沈黙が来た。老婆は、空耳であってくれればいいという願いが起こった。けれど、まだドキドキと心臓は波を打っているので、寝ていても楽つくことができなかった。見たび、こんばんは、と言って、トン、トン、トン、と戸を叩く音がした。思考して、戸の外の人は、身に吹き積もった雪をはたはたと降っている音がした。老婆は、この声が確かに女の声であることを知った。お愛さんが来たのだと思った。思考して、このまま黙っていようか、それとも出て戸を開けなければならないかと床の中で躊躇していた。老婆の胸には、この刹那に、お愛から、これまで受けた親切が思い出され、もらった品物の種類や、その数すら心の中で読まれて目先にちらついた。思考して、義理として元を開けなければならないような気がした。こんばんは、と、いう声がして、続いて、トン、トン、トン、と戸を叩く音が聞こえた。寒さに震えている、力のない姿が、
この衰えた声で目に見るようにわかった。ばあさん、起きて開けてやんなさい。と、いつの間にか目を開けて、やはり、この声を聞いていたらしいじじいさんは、老婆にこう言って、自分は、外にまで聞こえるような咳払いをした。老婆は、起きて、ランプを手に持って買って元に行った。家の内を占領している空気も、肌には氷のように冷ややかになって触れたのである。老婆は、しんとした買って元に出て、ランプを棚の上に乗せて、下駄を履いて戸のそばに立ち寄った。外では、暴風に、旗の木立が口笛を吹くようになっている。思考して、壁板に来て、突き当たる吹雪の音が怖しく、凄まじかった。どなたですか？と老婆は新張り棒に手をかけていった。早く、開けてください。私です、と、女は言った。老婆は、お相さんかと口に言おうとしたが、心に他の暗衆が気がして言葉を出さずにしまった。凍りついた塔がタピシさせて五寸ばかり開くと、寒い風に、粉のような雪がこんって顔にまともに吹きつけた。老婆の体は、いつしかぬくみが消えて、外界と同じく冷え切っていた。黒いカッパには、雪が白くぶちとなって凍りついているのを頭からかぶって、足には足袋も履かずに片方だけしか草履も履かない女が幽霊のように身をすぼめて潜り込んだ。思考して、物を言わずにそこに立ちすくんでしまった。もう、気力が衰えて、がっかりとしてしまったのである。老婆は恐れと、寒さに自分も震えていた。どうなさった？まあ、この雪に、今頃になってから、と言って、このままにしていては、この女が凍え死ぬと思ったから、まごまごしながら、いろりに火を焚きつけにかかった。風が、どっと吹き込んで棚の上のランプを吹き消そうとした。老婆は慌てて、戸口にかけて戸を閉めて、また、勝手の板の間を上げて中から薪を取り出して火をつけにかかった。幾たびかかは、突きかけては消えて、容易につきそうでなかった。じじいも、起きてきて、身分身のランプに火をつけて、そこの勝手元に釣りしたのである。ランプはまだぐらぐらと揺れている。外には、吹雪の音が絶えなかった。ひどい寒さだ、と、じじいは言って、さあ奥さんこっちに来て、カッパを取って登ってください、と言った。けれどメアは、そこに黙ってすくんだまま動かなかった。帰ろうと思ったらこの雪で、日は暮れてしまうし、とても山越えはできぬから、引き返したがもう道がわからなかったので、と言って、メアはランプに照らされた顔の色は、血の毛がうせて青白かった。思考して、手足はガタガタと震えている。じじいは、心から、この女の人の末路を気の毒に感じた。思考して、自分も土間に降りて、女を解放した。老婆は、やっと火を燃やしつけた。いつしか、この夜中の客を厭わしく思った心も消え失せて、全く哀れみの心に変わってしまった。思考して、盛んに火を燃やし立てた。炎はすすけた壁や、障子を赤く染めて家の内が急に明るくなった。障子を隔てて次の間には、何も知らずに霊一が眠っている。外の、吹雪の音は、やはり小闇もなく、狂っているのが聞こえたのである。じいさん、そのカッパを取ってあげなさい。と老婆がこちらを向いていった。白髪には炎が映って、片方は明るかった。どんなに寒かったか知れない、
とやは言いながら、固く結んで凍っているカッパの紐をようやく解いた。女の巣のような頭からは、雪が溶けて、雫が滴っている。ジジイはこの黒い、白い雪の斑点のついた昆布のように凍えたカッパを後ろに取り除けると、女の背には、七印字が負わされていた。これを見た老婆は、まあ、かわいそうに、と言って、驚きと哀れみのために目を潤ませた。子供をおぶっていなさるんだ、と言って、じじいも、近寄って顔を覗いた。ねえ言っていなさるのか、と言って、この寒さに、声も立てず母親の背にしがみついている父印字を見ていじらしく思った。が、たちまち怪しまれた。ちょうど女の後方となって、ランプの光はよくこの影までは、明るく見せなかった。寒かったろう、早く下ろしてやんなさい、と言って、じじいは、ちょっと子供の方に指を触れてみた。思考して、驚いて、声を立てんばかりに後じさりをして、目を見張った。奥さん、と言って、その後も言わず、老婆に向かって、早く明かりを持ってこい。二人は、ランプを、眠っている父印字の顔の上に差し出した。顔の色は、青白くなって、雪がかかっていて溶けなかった。二人は、黙って互いに顔を見合った。いつの間にか子供は、換気のために、凍え死んでいたのである。この時、メアは、髪の毛を乱して、幽霊のように土間に立ったまま物も言わずブルブルと震えている。頬は削り落としたようにやつれて、青ざめて、目ばかり、怪しく、狂わしく、気味悪く、じっと座ってランプの火影を見つめていた。